沼の沢駅は、北海道夕張市沼の沢にあった、北海道旅客鉄道赤商線の駅である。駅番号は Y21。夕張支線の廃止に伴い、2019年4月1日に廃止された。1976年の夕張線の沼の沢駅と、周囲約 1km 範囲。左側が夕張方面。上へ、麻屋地炭鉱専用線が分岐している。 駅裏に北端夕張新炭鉱の最新先端施設ができ、コンベアホッパーが夕張線と並行する積み込み線へ伸びるなど、少なくとも1971年頃までとは、校内配線がだいぶ様変わりしている。また、客扱いしていた1966年までは、駅裏の土手に接するように、前町戦線用ホームが設けられていて、屋根のない個線橋が、 駅舎横から連絡していたが、すでに撤去されている。この後駅裏の先端施設は1981年の北端夕張新炭鉱ガスと出事故の翌年の閉山により、使用開始後わずか7年で廃棄放置された。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北海道炭鉱鉄道が明治38年8月に、 東山光、金子元三郎より、前町の航空を譲り受け、同体工開発が始まるとともに当駅の開設となった。駅付近の沢に沼があり、付近を沼の沢と呼んでいたことからの命名とされる。単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。新遊馬利駅管理の無人駅であった。旧事務室部分にテナント、レストランを大山が入居している。かつては、 東部のマヤチ地区へ向かって、北海道炭鉱旗船マヤチ炭鉱専用鉄道が分岐していたため、多数の側線を有した。古線橋を渡った国鉄駅舎の反対側に、マヤチ炭鉱沼の沢連絡所があり、この専用鉄道の乗降場となっていた。周辺は農業地帯で夕張メロンの主産地でもある。駅前には若干の商店が道路沿いに並んでいる。 ありがとうございます。